国家を統治した。サッファール朝サの首都は、現在のアフガニスタンに位置するザランジュであった。この王朝の樹立者は、ヤークーブイブンアルライスワルサッファールであり、王朝の名も彼の名前に由来する。彼は、同彩騎士という不確かな出自から、諸侯の地位まで上り詰めた人物である。彼は、スイスタン地域を掌握したのを皮切りに、現在のアフガニスタン全土と、 イラン東部、そして、パキスタンの一部を征服した。首都、ザランジは、東西に向けた、征服活動の拠点として活用された。彼は、ターヒル朝を打倒し、八百七十三年に、ホラーサーンを征服した。ヤークーブは死ぬまでに、カーブリスターン、シンド地方、トハリスターン、バルチスターン、ケルマーン、ファルス、ホラーサーンを征服した。また彼は、 バグダードの征服を試みたが、アッパース朝の反撃に合い敗北した。ヤークーブの死後サッファール朝は長くは続かなかった。彼の弟であり、後継者であるアムルイブニアルライスは900年にサーマーン朝に敗北し、領土の大半を新たな支配者に割上せざるを得なくなった。サッファール朝の勢力は徐々に本拠地。 ザランジ周辺のスイースターン地方に限られるようになったが、王朝自体は、サーマーン朝とその後継政権の進化としてその後も続いた。ヤークーブイブンアルライスワルサファールアムル、イブンアルライスワブーハサンターヒルライスムハンマド一世、アムル二世、アフマドイブンムハンマドハラーフ二世。ありがとうございます。